茶葉古道茶の運搬。1908年、四川省。茶葉古道とは、雲南省で採れた茶落ちベッドへ人及び、馬で運んだことから名付けられた、交易路である。南のシルクロードとも。7世紀の塔や塔番の時代にはすでに交易が始められ、20世紀の赤頃が流通の絶頂期と言われていて、毛沢東が自動車道を雲南に作るまで、この茶葉古道は使われていた。 雲南省南部の駅武市が起点。途中、慶光市やプーアル、中里などのメコン川沿いで寝泊まりしながら、雲南省を北上し、虎街では町の真ん中を茶葉小道が通っている。その後、雲南の最初の王国、南省国の都、高市山から代理を経由し、霊光市からは長江高いを行き、画壇孫山林寺院などを経由しながら、雲南を出る。 チベット、ミャンマー、ネパール、インドなどへ抜けるいくつかのコースがある。四川省を起点とするコースも含める。主な交易品は、雲南地域より、塩、茶、銀製品、食料品、布製品、日用品など。チベット地域より毛織物、薬草、毛皮など。チベットを経由して、インドネパールで生産されたのぶしも雲南に届いたという。 茶箱堂道の要所と言われる有名な都市に、ラサ、特ス進スケイ、ショート、冒コウ、ダイ理、スーマオなどがある。ありがとうございます。